韓国俳優館、ハヌルとチョン・ソミンがダブル主演し、昨年韓国で大ヒットした映画、ラブリセット30日後、離婚します。3月29日公開より、離婚もやむを得ない。夫婦生活が伺える場面写真が解禁となった。本作は、離婚を30日後に控えた夫婦が、交通事故で二人も同時に記憶を失ったことで繰り広げられるラブコメディ。主演は椿の花咲く頃やイカゲームにの出演決定などで注目集めるカン、ハヌルと狼狩り、カンコンなどに出演して日本でも多くのファンを持つチョン・ソミン。20歳以来8年ぶりに共演した二人が息の合った掛け合いで見せる解禁となった場面写真は、野球ボールを握りしめ今にもボールを投げつけようとするなら、チョン・ソミンと穴が開いた結婚式の写真の前で苦笑いを見せるジョン・ヨル、カン・ハヌル、さらには娘の結婚に大反対の父親に猟銃を向けられるジョン・ヨルと奈良の危機的状況を切り取ったショットもある。今週16日からムビチケカードおよびムビチケオンライン券の発売がスタート。ムビチケオンライン券の購入特典として本国のキャラクターポスターのデザインを使用した特製キャラポス壁紙にしとポスタービジュアルと鑑賞記録がセットになったムビチケデジタルカードがついてくる。特製キャラポス壁紙にしはカン・ハヌルのキャラポスに幸せまで30日、チョン・ソミンのキャラポスに自由まで30日とそれぞれハングルで書かれており、二人の笑顔が印象的なデザインとなっている。